祭大学同士の戦いだ。ライズファイナルインタビュー MC チーさん、参りましょう。ダンスライブ JAPAN ファイナル2015ライズ。決勝戦はこのカード、北海道大学ソウルスイングセッション VS 駒澤大学ガーyou
北海道大学ソウルスイングステーションがライズの歴史に初めて北海道の歴史を刻むのか、それとも駒澤大学ガーグリングが2年連続の東大学制覇か。聞いていこう。勝ったのはどっちだ。
オッケー、行っちゃうぜやばいね、覚えておいてね、人生においてこの瞬間をね、驚きになって、それにふさわしい素晴らしい拍手送ってあげて、彼女たち彼を叩いてあげてください。よろしくお願いします。ライズを制しましたのは駒澤大学。ぜひそれを忘れずに帰ってください。さあということで、やはりキッズとライズというのは挑戦できる機会が人生で限られているのか、絆というのもライズはあったりとかしますんで、感動が増したりしますけれども、さああと残すは4つの決勝戦を残すとなるか、ライズ